校先生が特別に卒業証書を書いてくださったそうですね。これで3年8組な47名みんなで卒業できました。ちゅんちゃん、もう辛いことも苦しいこともありません。安らかに眠ってください。コンクリート詰めにされて殺されていた古田純子さん、行方不明となってから4ヶ月後に無残な姿で自宅に戻ったわけです。そして昨日葬儀告別式が行われました。4月から就職も決まっていたわけなんですけどもね、実はの昨日なんですが、通っていた高校からの卒業証書がこの日出されてたんですね。純ちゃん、お帰りなさい。こんな形で再会するとは夢にも思っていませんでした。痛かったでしょうね、苦しかったでしょうね。何も知らずに生活した自分に腹が立ちます。いつもおおらかで明るい純ちゃん、文化祭の時みんなでお揃いで作った赤いハッピー、とっても似合っていましたね。一生忘れないでしょう。私たちは純ちゃんの死を決して無駄にしません。恐ろしい犯罪がなくなって平和な日々が過ごせますように、社会人1年生の私たちも努力します。また何か辛いことがあってもくじけずに精一杯生きようとした純ちゃんを思い出して頑張ります。校長先生が特別に卒業証書を書いてくださったそうですね。これで3年8組な47名みんなで卒業できました。純ちゃん、もう辛いことも苦しいこともありません。安らかに眠ってください。さようなら純ちゃん。八潮高校旧3年8組一同。純子さんはキャリーバッグに入れられた上、ドラム缶にコンクリート詰めにされ、東京湾の埋め立て地に捨てられていました。さて、この事件がどうして発覚したかといいますと、今年の1月別の事件で逮捕されていました2人の少年の余罪を追及している際に今回の犯行を自供し分かったわけなんです。事件は去年の11月25日埼玉県三郷市でアルバイトを終えた純子さんが自転車に乗って帰宅する際、少年が自転車ごと倒して襲いかかる一方、同じ仲間の少年が助けるふりをして信用をさせまして、オートバイに乗せて連れ去ったというわけです。純子さんはこの家の2階、16歳の少年の部屋に40日間も監禁された上殺されてしまいました。逃げられないように部屋にはしっかりと鍵をかけ、交代で見張りをつけ、少年たちはどうやらこの電柱を使って出入りをしていたようです。純子さんが少しでも逃げようとすると殴る蹴るの暴行を働き、時にはキックボクシング用のサンドバッグ代わりにしていたようで、押収されたそのスタンドにはたくさんの血痕がついていました。しかしそれにしてもここは足立区綾瀬の静かな住宅街です。隣は1メートルも離れていません。大きな音に気がつかなかったのでしょうか。少年たちは外に漏れるほどのステレオをガンガンと鳴らして声を消していたようです。それにしてもこの家には両親も住んでいます。しかし共働きのために昼間はいません。そんな中で父親は去年の12月の初め、あまりにもうるさいために2階に上がって注意しました。そして12月の下旬です。父親とそして純子さん、息子と食事をした時です。父親は早く帰りなさいと注意しました。しかしその後はどうなったかわからないと言っています。しかしこの時にもし父親が何かの形でちゃんとしていれば、今回の
この悲惨な事件は起きなかったかもしれません。